今日もめっちゃ寒いね。でもなんかむずい。今の季節気温。なんかそうで掛け布団を出すほどでもないのね。前身がこんなあったかいパーカー着てるかもしれへんからかもしれへんけど。それでまあ最近はこのパーカーにジャージの長ズボンに毛布2枚重ね薄い薄いっていうかな、あそうもうこれぐらいこれぐらいの毛布を2枚でやってるんですよ、出てるんですけど、それでもたまーに暑い時もあるし寒い時もあるの。昼間暑い、そうわかる。学校って結構適温やなって最近そう思ってきた。今日で最終日だ、頑張ろう頑張ろう。そうね、明日休みの日ですね。しあさってとかめっちゃ寒いらしい。ちょっとあ18か、そう18もさ、その今週はギリ20何度とかだったんですけど、18、来週か、来週の月曜日からもう17度とか最高気温がそんぐらいになってました。天気予報やけど、あやきびよやきびよ。なんかさ、冬用のもっこもこのパジャマあるじゃないですか。あれはちょっとまだ暑い気がして、そうなんです。あとなんかまあ冬場になってくるからさ、冬のパジャマを洗わないといけへんけど、ちょっとまだ洗ってへんから着られへん。まだ早くちょっと寒くなる前に洗わないと。あみちゃん宇野強い、あみ宇野強いんか、宇野ってさ強いとかあるんか、あるんか、あるんかなまああるか、運もあるよねあれどんだけいい手札を持つか持てるかみたいな。ってね、春子見たけどめっちゃダンスマークだったらマジでありがとうございます。やっと嬉しいわ。もこもこの季節な、そうもうそろそろね来てもいい時期になる、なりかなみたいな。外行く時人手っか来てへんの。なんかもう外行く時ってさ、最近さだいたい公園でナンバー行ったり、公園のために行ったりとか、さらばのリハもみんな行かなあかんから行ったりしてるんですけど、そのためからほぼなんかジャージみたいな感じなんですね。そうだから半袖やから中は着られへんねんおしゃれ着、おしゃれ着もひとてく着ひんの。おしゃれ着何が、すが一人うの、一人うのっていうかうの家にあったかな、もうそんぐらいやってない最近。学校、学校って感じ、友達とも遊んでてもうのやろうとはならへんからさそうな、うの最近全然やってへん。小学校の時とかめちゃくちゃやってたかも。あじゃあ3割うん7割実力、そうだね。何を引くかもさ運やもんね。もうもう最初からさめっちゃいいさ手札持ってたらさ勝ちやん。そうババ抜きとかもさ、カード引いて1枚以外全部揃ってて
ほんで自分が取られる番や、一番最初自分が取られる番やったらもう遅く上がっちゃうから。カジパパ運だね、加えたからだけで共有。あ、そうそう、そういう時もあるよな。この前めっちゃ何人かでやった時にその人おったわ。誰やったっけな、忘れちゃった。タラバリ、あ、そう、8、9、10は絶対出るのはもう決まってるからちゃんと追ってみたいなは言われてる。まあ学校忙しかったり公園ある人もおるからあれやけど、とやめもさ、でも公園やったからさ、それかもシャイタン祭やったからしゃあなかったんけどさ、リオピのあれ行きたかった、あの誕生日祝いそう、生誕祭やから書きつけれへんかった。そう、いろいろ荷物もね、いろいろ説明され、あの受けなあかん、受けなあかんっていうか、なんてやろう、生誕祭装飾、そうちょっといろいろね整理したりもしなあかんかったから、うのうのな、うのあやみあれやったわ、うのって言ってないって言う側やったそう、うのって言わずにさ負けたことはほんまになかったかも。あの感じた、京都の紅葉はの見頃 ?12 月かもね。寒すぎ、やだね、ちょっと行きたくても寒くてふうってなる。日曜日は春公演楽しみにしてるね。あ、ありがとうございます。17日は誰が来てくださる、さっきはサザエさん、あ、サザエさんの誕生日じゃないわ、サザエさんの声優さんの誕生日か40人もいたらなかなか出られそう。そう、もうキュウキはもうキュウキの出られへんメンバーはもうアンダーも決まってるし、日程は決まってないけど結構まあそんな時間はかからんかもねみたいな言ってはった。御堂筋のイルミまだ行けてへんねんな、イルミ今年行けてへん、やばい。そのリオピと一応一緒に行こうという約束はしてんねんけど、二人とも公演がね、そう、16がリオピの初日やからその後に行くかなみたいな。あ、しかもジュナのマヤミは公演あるし、え、16ってさ土曜日やんな、明日やもんなえ、じゃあ初日から昼夜なんかすげえ、まあまやイルミってそのまま一緒にお姉様たちとホノピーも呼ぼうかな。早く名前見たいねんな。カジパは泣きまくる方がいいけど、リアルマージャンは我慢した方がいい。もうめちゃくちゃバンバンやってるわカジパ。でもカジパはいいんか、もうえいえいって、とりあえず若いのその指示に従っていろんな、もう適当になっちゃってるけど分からへんから。そう、17行きたいけど仕事、あー仕事か、ぜひ配信で
ご覧ください、17夜行くよ行きますよ、はい、あ、結構ありがとうございます。17日予定空いてたけど公園空いてたから行って、予定が空いてたから公園行きたいけど完売だった、あ、完売だったのか、公園ありがとうございます。あゆみちゃん初めてマネタ送ったよ、届くか心配だけど、あ、また見とけますね、ありがとうございます。おはよう、仕事行ってきます、行ってらっしゃい、頑張ってね。アイス3人で食べよう、ほんまや、ほんまに配信したいな、まあでもイルミネーション見てたらさ時間8時までやから闇が行けるか分からんけど、まあでも夜遅くなるの早いからね、夜遅くなるの早いじゃないわ、夜暗くなるの早いや、夜暗くなるの早いから、まあまあ頑張ったらちょっとだけでもできそうですね。楽しかった、ほんまに温泉とかも行きたいよな、冬やから。中学生トリオ、中学生トリオ17日、あ、まあでもいつかはできます。そのあやみ、黒作さん、アミの3人で中学生メンバーで、でも中学生メンバーでさあれやったの懐かしい、雨の動物園、去年のあれ何やったっけ、ゼップなのはな、覚えてんね、 C のスーパーマリオはさ、あやみだけそう子供ちっちゃいから出られへんけど、リオピとホノピはもうね12時までできる2時間の12時までできる年齢なので、シンシンさんはすごいほんまにすごい、シンシンさん、もう可愛かったですよね。じゃあね、行ってきます、行ってらっしゃい、最近早いね、わあ、でもさ、いつかさ、まあめっちゃ時間かかるけどさ、そのあゆも12時までできる時間の年齢のなったら、そうやりたいね。さあ、アミとさ、お泊まり会するってなった時もさ、結構12時まで配信、あやみたちの深夜テンションになったアミあやを、あなたにの耳元見れて幸せでした、あ、よかったです、ありがとうございます。ラーメン屋さんの近くのストレス公園にしよう、どこのラーメン屋さんテトリス公園も初めて知った、テトリス公園ってのがあるの、最近マサノさんがお名前を変えなくなって、確かに最近はマサノよね、ずっと、じゃあ今いないか、もういないか残念、もういないかな、多分次に、次明日の朝に言いましょう最近寂しいって、お、483、うん、ありがとうございます。計算してみたんやけどさ、あの500日が12月の22日ぽいんだけど、あの計算が合ってたら、数えたね、今日が480何日やから5が1234って言って、そう2日なんですけど、もうめちゃくちゃ難しいことに月曜日なんですよ、ずらしようがなくて、そうでも500日やからさ長くやりたいじゃないですか、
でも月曜日やからずらしにくいんですね。土曜日に一日戻すのはもう無理やから、チケットがあるから連続にしようと思ったら、月曜日の朝にやりますか。時を戻そうしやばい。クイラージャーのツートライブに出てくる人気のラメス、うわまだ見てへんわ。チケット4枚消費して土曜日にするか。そうやね、あんねん、することはできるんねんけど、4日もさやらへんのはさどうなんやろうって話じゃない。かも4日間15分になる前に切るか。やるけどやりはするけど、15分になる前に切って500日を土曜日にする。来週のね。そうなんよね、そうチケットあるから、チケットは使うけど15日15分までやらない。1000日達成の時なみちゃんで、あと500日でしょ。あでもそんなかも15歳とか10500日、2年、1年と2ヶ月ぐらいだから、だいたいあ、1万日か、1000日に見えた。1万やったら、だからそのあれかける、あれ1000が15歳、で1000がだいたい3年計算やから10、30、待っておるかなこの世にはいるとして40、50歳ぐらい、もうみちゃんもう50歳だよ、1万日って。多分え今何歳、14歳、あ44歳か。いやでもぴったりにね、パンやりたいじゃないですか。今朝は15分過ぎてたになる、間違いない。もう時間ちゃんと見てやります。それはそう、500日なりました、パン飾り付けもやりたいねえ。せっかくの500やからね。生まれて1020は27歳ぐらいやし、なんか暴れてる、やめてください。どうした、この犬いるよ。おはよう、おはよう、あれヤッピーだね今日。それ見た目に、まあ、15枚ぐらいチケットはあるんだか、あるから大丈夫ないけど、長さえ見て50歳なるけど、なるんかなって感じじゃない。今生きてたらさ、その学生、中学2年生じゃないですか、高校生になった自分、もうギリ、まあ、ギリギリ想像できるけどさ、もうめっちゃ大人になった自分ってほんまに想像できひんよな。何してるんやろあやみ50歳。二人にパン、そうパンそのパンじゃないよ、クラッカー、そうそう猫ちゃんズが、そうなんか暴れてます。そ
そう、明日早くはするとして限界が何分、もう限界何分ぐらいやるか。1時間はできる、7時まで、そっから1時間15分ぐらいはできるね、6時からにしたら。そうね、50年あっという間でした。早いんか。14年、ママさんの言う、ママまだ50ちゃうからな、全然むずいな。まあでもママの年ぐらいになった時のあやみはママと同じようなことしてるんやろうなと思う。それだからあやみが、うん、多分変わらんと思う、親子あんまり。あみちゃんが50歳の頃、私は手に、そんなことないと思うよ。え、だって、あ、でも40年、60歳やったら 100歳になるけど、40年って意外と長いな。アイドルの娘プロレスおる、してるかな。むずいな、なんか想像するの楽しいな。バイも生きてない、生きて、生きよ、生き、それはもう。みんな頑張って生きよっか。もう100まで生きるんだ。ママは100まで生きるのかな。100までさ、来たらおもろいな。100まで生きてても元気なんかな。ママでも頑張ったらさ、よくテレビで見る元気おばあちゃんになりそうじゃない。10歳やったらもう結婚して子供がいるかもかなぁ。アミアの精神は見て。頑張るか、応援してね、頑張るわ、みんな長生きしてって、が応援します、生きてって。ではそろそろ終わりたいと思います。ボードペンあった。よし。13位から読みます。13位マスオさん、ありがとうございます。12位ヒータロさん、ありがとうございます。11位デコモチビトさん、ありがとうございます。10位マサノさん、ありがとうございます。9位ヨシさん、ありがとうございます。8位タカマサさん、ありがとうございます。7位ターちゃんさん、ありがとうございます。6位キビダンゴさん、ありがキビダンゴ、待って、なんかキビダンゴ、英語か。きびだんご安藤しか見てなかったから、はい、きびだんごさん、ありがとうございます。5位いくまみじさん、ありがとうございます。4位さとくんさん、ありがとうございます。3位なるさん、ありがとうございます。2位じょうさん、ありがとうございます。1位はせいきさんでした、ありがとうございます。ありがとうございます。
配信お疲れ様でした。ペコリ感謝です。ありがとうございます。くれた。え、終わっちゃった、大阪追加するね。あ、大阪ありがとうございます。そうね、今日の12時じゃなくて15時ですね。もう終わったやつ以外やったら、あ、写メ会がもう終わってんのか。あ、ち、写メ会の受付だけ終わってます。今まだやってないやつの受付は、それがもうイベント過ぎたやつとかやから、みんな待ってますね。申し込んだよ。おお、ありがとうございます。大阪の握手会追加で投げました。ありがとうございます。よし、昨日ひとつおじさんが進む、そうなの、おめでとうございます。年を取ったことをさ、おじさんが進みましたっていうのが面白いね。15日、じゃあこれは記念ですね。虎ですね、これは。茶虎とも思われるけど、耳が丸いのでかわいいわ、この虎さんは。ラーメンか、そんな食べたら体に悪いよ、動物は。もうめっちゃ点やね、この子。ちゃんと点の口してる。オッケー、かけた。学校行ってきます。あ、仕事行ってきます。学校行ってらっしゃい、頑張ってね、行ってきます。すっすっとケーキを出して、はい、今日の痛い、今日の1位は関さんでした。はい、関さんハッピーバーおめでとうございます。可愛くない、めっちゃトラさんうまく描けたで、可愛い。天命も天命、おい、最初から天命だったので、ハッピーバー、そう、ありがとうございました。はい、まあ今日の15時までオンラインと大阪の握手会と写メ会じゃないわ、あのあれ何、お渡し会、ちゃちゃちゃ、年賀状年賀状お渡し会、そうちょっとセルフィー、その写メ会と一緒のやつと混ざっちゃった。企画18、19、そう、オンラインの最終日2日間3枚以上撮ったらちょっといいことがあるので年賀状書くので皆さんにぜひ。19は確かもう追加になってたので2部よろしくお願いします。ということで、また明日も。明日って何時からやろう明日ってそういえば何時からだろう。
8時かな、8時半からやるのでよろしくお願いします。そう、830です。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。平日1週間最終日頑張りましょう。またね、バイバーイ。